髪の毛大丈夫ですか？なんかもうサムサで。もう始まってるよ。もう始まってるんですか？自己紹介です。あ、愛知支部5300番、横田海人です。ということでね、前回ちょっといろいろ反響が大きかったっていう。はい、7万2000回再生されてます、前回の動画。有名人になりました。有名人になりました、はい、ただちょっと変なイメージがね、変なイメージじゃないけど、ちょっとイメージがついちゃって。あ、ミネさんの友達みたいな。そう。言われちゃうんですね。ミネリュウタの友達の人ってなってるから。そうなんですよ。ちょっとそれはまずいね。ちょっと、他にも友達がいるよっていうのも。あ、なるほどね。はい、じゃあ今回は別の友達を、はい、連れてきてくれた。連れてきました。しかも聞くところによると、はい、また YouTuber なんですよ、ね。いや、そうなんですよ。また YouTuber なんですよ。はい、人気 YouTuber 連れてきました。人気 YouTuber 連れてきました。本当に？はい。呼んでみようか。呼んでみます。じゃあすいません、お願いします。お願いします。それまずい。ちゃちゃ、ミネさんの次はダメなんだって、マジで。ダメでしょ、ミネさんの次。じゃあちょっと自己紹介だけです。はい、石田隆弘です。埼玉支部です。はい、お願いします。お願いします。ということで、YouTube もされている石田隆弘選手が来ていただきまして、お友達なんですか、お二人は？まあ友達です。友達です。まあでも、あの師匠が上田健太。あ、上田健太、はい、の同期で。あ、同期で。はい、上健太仲良くて、はい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 、それでまあいつも一緒のレースとかになると面倒見てあげて、はいはいはい、毎日調子乗ってます。ちゃんと言ってないです。いや、でも前回ミネさんと動画撮った時はもうちょっとなんかこんなキョドってたんですけど、なんでコメント欄にも横田キョドっとるみたいな書いてあったんですけど。確かに確かに。タカさんだったらもう普通に入れますね。ちょっと失礼なんじゃない。確かに、ちゃんと言ってますよね。一応ミネさんの次なんですけど、はい、ミネさんが一応確認したら5万4000人ぐらいいるのかな、チャンネル登録。ああ、ちなみに、ちょっと待って待って、ちなみに待って待って、ちょっと待って、マジでだからダメなんだって。それは本当に一応確認してきましたら、一応確認、はい、1950人。ああ、2200。乗った。あ、乗った。乗った。ちょっと盛りました、すいません。一応で、近いところ、ボートレーサーで YouTube やられてる方で近いところ探しましたところ、今回は佐藤健志郎さんがいらっしゃいました。 あの方が2150人ぐらい。あ、負けた。そっちを言えばよかったでしょ、ちゃんと。マジで。YouTuber。なんかめちゃくちゃ恥ずかしい感じになってるけど、ね。まあ、こっからなんで。はい、YouTube は最近どうですか？まあ、頑張ってやってらっしゃると思うんですけど。再生数は意外とね、はい、回ってるやつもあるんですけど。なんかね、6万回ぐらい回ってるやつもあるんですけど、はい、難しいっすね。YouTube。お友達呼んだらどうですか？呼ばれないっすか？失礼だな。大丈夫、どっちもがどっちも弱いと思ってるけど大丈夫。でもこうやってね、いろんな人呼んでいくことでね、その人のファンがこう見てくれたりで、そうです、ちょっとずつは増えていくんじゃないですか。絶対そうですね、うん、はい、まあ、本当ありがたいですよ、はいはい、ちなみに今後呼びたい人がいらっしゃるんですか？え、今後呼びたいでしょ、うん、だから選手だったらいろいろ呼んでいきたいですね、はい、まだ先輩呼んでないんで、はいはいはい、先輩呼んできたらなと思います。基本的に僕こんな感じでね、いけるんで、誰にも、来年は。え、これチャンネル、はい、概要欄貼ってくれるんですよ。いや、貼りますよ。お願いしますよ。マジで全員こっち来てください。いや、なんかこの YouTube 的には、はい、誰って言ってほしかったなっていうのはありますね。あ、読みたいでしょ、うん、もうその方が引きが強いというか。なるほどなるほど。出しやすい、こっちも。はいはいはい。テロップとか。なるほど、はい、じゃあ誰を呼びたい、誰を言っていただいて、はい、それを叶える方がなんか注目、引きがあるじゃないですか。なるほどなるほど。今後この人が来るんだでチャンネル登録する可能性もあるし。確かに確かに確かに。え、でもやっぱ有名どころを呼ぶっていうよりかは、なんかあんまり、まあ、知られてない人を有名にしてあげたいっていう。じゃあ僕じゃん。じゃあ僕じゃん。いや、ほんとに西山さんとか多分めちゃくちゃ引きあると思うんですけど、食われちゃうから俺が。餌になる。そうそうそう、俺が餌になっちゃうから。じゃあやっぱ僕ぐらいがちょうどいいんじゃないですか。そうだね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 。上剣とかいいんじゃないですか。上剣はね、はい、呼びますよ。あ、じゃあ今後ちょっと上剣ファンの皆さんもお楽しみにっていう。そうですね、僕もサムネ、上剣のサムネは考えてあって、もうイケメンボートレーサーみたいな。いっちゃうんだ。あのちょっと残念なイケメンみたいな。健太さん、健太さん、あのなんか最近インスタ始めてたんですけど、ね、
投稿一つ一つがちょっとおじさんっぽいっす。俺最初あのアカウントからフォロー来た時に上剣乗っ取られたと思ったんですよ。で俺上剣に確認したのに、上剣お前インスタ乗っ取られてるよみたいな、あれ俺だよみたいな。あんなことするタイプじゃないのに、ね、上剣意外となんか、もう呼んでよって言われるんですよ YouTube。 意外と出たがりなんで、意外と出たがりなんで、そうだからね、本当に呼びたいな、その時にはついでに出てくるかもしれない。ついでに、はい、ついでに。いいですか、なんかあもっと告知したいこととか、なんか告知したいこと、アピールしたいことがあれば。ちょっと石川さん聞きたいんですけど、はい、どうやったら伸びますか YouTube。 めっちゃ真面目じゃないですか。本当にいや僕結構ね、はい、多分無理してるんですよキャラ的に。あそうですね、ちょっと意外とそんな喋れるタイプでもないし、うんうん、なんかねそのまあ偉そうなことは言えないですけど、はい、あんまり、はい、サムネは、はい、もっとあの複雑にした方がいいなと思います。ああなるほどなるほど。今ちょっとシンプルにシンプルにみたいな、そうです、ね、イメージをボートレーサーっていう文字だけつけて、はいはいはい、ね、ちょっとシンプルしようとしてますけど、はいはい、あれはあの売れ切った人がやるやつなんで。なるほど、勘違い、勘違い、勘違いしてる。1950の段階ではちょっと早いかなとは思ったのが1点と、はいはいはい、めちゃくちゃありがたい。めっちゃ真面目じゃないですか。アプローチが逆かもしれない。なるほど、うん、めちゃくちゃ勉強になりました。めちゃ真面目な話やん。いやめちゃくちゃ痛いの YouTube 今痛い、今言いました。 今の顔やばかったと思う。待って引き抜いていいですかね。引き抜き僕のチャンネルに来てほしい。スタッフで、スタッフでそのうちこの声が石田さんのチャンネルから聞こえてくるかもしれないみたいな。ぜひ楽しみにしてください。楽しみにして。はい、最後お二人でちょっと勝ち釜って言ってなんか決めこうとジョジョポーズです。いやジョジョ立ちしようぜ。ジョジョ立ち、じゃあ俺あ、じゃあ僕こっちで。オッケー、俺こっちで。タミさんこっちで。はい、いよ、せーの、カチガマ。お前、かぶってる、お前、かぶってるじゃないか。お前、逆だって。変な汗出てきた、変な汗出てきた。